1ミリメートル以下の針がマイクロニードル。マイクロニードルは 1mm 未満の直径や長さの極小の針。当初、針には金属が使われたが生分解性バイオポリマーが使われるようになった。物質を通さない角質層を通過し通点の多い神秘より浅く薬剤を透過できる。インスリン、ワクチンや化粧品。 その他医薬品の投下のために開発されてきた。似たような目的を持つ技術にイオン導入がある。1976年にガーストルとプレイスが提唱したが製造が困難で費用対効果も良くないことから1990年代以降まで開発は進まなかった。従来からある検索のような機械加工では製造しにくく半導体の加工技術をもとに 3D 造形、ナノインプリントといった新しい技術が必要となる。角質層、10から15ウム表皮、数百ウム神秘、1から3ミリメートル、通点が多いマイクロニードルが表皮まで浸透する様子。注射針はより深く刺さっている。一番表層の角質層が物質の侵入を防ぐバリアとなり、分子量500以上また水溶性の物質は侵入しにくい。 蛍光投与では、消化管や胃など、薬品の血中濃度が変動する要因があるが、経費吸収では、血中濃度を安定させやすく、またワクチンでは表皮に対象となる、ランゲルハンス細胞型ということもある。しかし単に皮膚に塗るだけでは、分子量が500程度の物質しか角質層を投下することはできず、麻酔、インスリン、DNA、ワクチン、ヒアルロン酸は投下しにくい。 これは、角質層がバリアとなっているため、一方、従来から、ある注射針を使えば、より深くへ注入できるが、神秘に到達し痛たい。この点で、マイクロニードルでは、通点をあまり刺激せずに、分子量が大きい物質を浅い表皮に到達させることができる。また、自宅で自分でできるようになる。ワクチン、ヒアルロン酸など化粧品での研究開発が行われてきた。 死老性格化症では、表皮の入れ替わりを促すために、外用のタザロテニやレチノイン酸といったレチノイドが使われるが、有望なトレチノインでは、皮膚の透過率は数で浸透する量を増やすために、外用薬の量を増やすと、炎症や全身的な副作用の可能性が高まる。こうした薬剤成分を用いるための、溶解型マイクロニードルへの適用が開発されている。 いくつかの製品はすでに市場に投入され人気となっている。2018年にはマイクロニードルを用いた無痛の注射器の開発が発表されている。美容医療ではおおよそ 30G 以上の細さの針を刺してマイクロニードルと呼ぶことが多い。これはイメージとして用いる言葉であり、統一された定義はない。ありがとうございます。